って。わかりました。いいですか。おい。行こうか。
一気に行くぞ。終わったな。終わったな。どうにか倒せましたね。それじゃ帰りましょうか。うむ、そうしよう。二人ともご苦労だったな。いえ、先輩のお役に立てたようでよかった。それではまたな、キリト。そして、メディナ初等練習。はい、また。お疲れ様でした。また何かありましたら、どうぞ声をかけてください。ああ、もちろんそうさせてもらうよ。すごい猫かぶりだな。猫をかぶっているというわけではない。ソルティリーナ先輩は尊敬に値する人だからだ。行くまでどうするか迷ってたくせに。それはお前に誘われたからだ。お前に誘われたら最初は断ろうかと思う。なんだよその格差は。では失礼する。で虫か。あれ、その方向ってことは猫の餌やりか。ああそうだが、帰りにオートで調達したのでな。俺も久しぶりに様子見に行こうかな。しばらく見ないうちに大きくなってそうだし。なんだ、見にちゃいけないのか。別に好きにすればいい。あいつを飼い猫にすることを提案したのはお前だ。つまりお前があいつを見に行く権利はある。それを阻むことはオルティナノスケとして礼節を欠いた行為だ。うむ、だから存分に見に行っていい。猫じゃらしとマタタビと魚パイを与えることも許そう。そんな言い訳しないと許されないのかってちょっと思ったけど、よし、それじゃあ決まりだな。言っておくが大きくはなっていないぞ。え、ああ、そういえば食欲ないって言ってたよな。そうだ。なるほど、ちょっと心配だよな。ああ、だから今日はあいつの好物を買った。あ、いたいた。あれ、寝ているのか。メディナ。冷たい。え、死んでる。どうしてこんなこと。おや、薄汚い猫。いや、お前の飼い猫が死んだのかい。メ、お前、メディナの婚約者。ここへ何をしに来たのです。いや、餌やりだよ。お前が来ない時は私が代わりに餌をやっていたんだよ。そんな。
餌って何をやったんだ。餌は餌だ。まあ私たちにとっては甘い菓子が、薄汚い猫にとっては毒になることもあるかもしれないと聞くが。こいつ、なぜそんなこと。これはお前の飼い猫なのだろう。ならば餌をやってはいけないという決まりはない。しかし、もしかして私を疑いでもしているのか。薄汚い猫一匹死んだぐらいで何だと言うんだ。私は飼い猫に餌をやっただけで、禁忌目録違反は何一つとして犯していないぞ。猫にやってはいけない食べ物など法で決められてはいないからな。メディナ、なんで黙ってるんだよ。こいつは。うるさいな。平民は黙っていてくれないか。第一、お前は目障りなんだよ。あの事実を書いた紙を剥がした時もそうだった。まさかあれもお前がやったのか。大方この女にたぶらかされた口だろうが、貴族のたしなみに平民が介入する権利などないといい加減分かってくれないか。平民が介入する権利などない。それこそそんな決まりはどこにもないぜ。お前がどう思うが勝手だ。でもメディナがそんな奴じゃないってこと俺は知ってる。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。キリト、もうメディナ。さあメディナ、君に用があるんだ。共に来てくれ。はい。いい子だ。ダメだメディナ、こんな奴に従うことなんてない。行くなよ。あいつはメディナの友達殺したんだぞ。逆らうともっとひどい目に遭う。今度こそ何をされるかわからない。でもメディナは強いじゃないか。剣の腕も神聖術の腕もあいつなんかより上だ。お前にはわからないんだ。あいつが一体どんな風に私を恥ずかしめるかなんて。メディナ、心配するな。私は大丈夫だから。もう私の問題に関わるな。そんなこと。いいから。一体何を隠してるんだ。言いたくない。お前だけには何があっても。それじゃ助けられない。教えてくれ。一体どうすればメディナを助けられるか。誰にも助けてほしくなんてない。英雄を気取るのもいい加減にしろ。私は自分の問題は自分で片をつける。追ってきたりしたらお前を一生許さない。いいな。メディナ。さあせいぜい私に従い役に立ってみせるんだな。お前にたとえ欠陥品のお前でも、お前は私の役に立てるんだ。嬉しいだろ。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言ってあんな奴ので払いのけろよ。どうした。嫌だ。何か言ったか。あなたと一緒に行きたくない。お前逆らうのか。嫌だ。こんなのはもう嫌だ。叩きたければ叩けばいい。私はもうお前の言うことは聞かない。おとなしく言う通りにした方が身のためだぞ。あの平民のためにもな。あいつは関係ない。貴族の力がどんなものかお前はよく知っているだろう。
どうして。いやはや、オルティナノスケの当主が落馬とは、慣れないことはするものではないですな。こうなると分かっておられたのでは。我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。ああ、そういえば乗馬競争の掛け金はどうなさいました。何でもオルティナノス殿はマナ娘に牧犬の替えを買ってやりたいと言っていたそうですからね。メディナ城、それでは香典代わりにお渡ししましょう。賭けの勝者が私だとはいえ、オルティナノス殿がお亡くなりになった以上も。父上、知りすぎているぐらい知っている。ではどうすればいいか。メディナ、墓を建ててやろうと思って。お前どうしてまだここにいるの。メディナが戻ってくると思ったから。墓ここでいいかな。もう俺が建てたんだ。そう、これはお前が。メディナ、一体どうして。キリト、礼を言うよ。弔いの手伝いをしてくれたこと。珍しいな、メディナがお礼なんて言うの。これが最後だから。どういうことだ。本当に最後にしてほしいんだ、私に関わろうとするの。なんで。もう私はお前と関わりたくない。お前だって分かっただろう、私と関わると楽なことがない。でも俺たちは友達。私はお前を友人だなどと思ったことは一度もないよ。お前は無神経でおせっかいでバカで、繊細さを欠いていて妙な技を使う平民。私にとってお前はそれだけの存在なんだ。貴族としてお前と共にあることが恥ずかしいよ。それに共にあれば私は。メディナ、本当にすごいな。余計なことを考えてしまう。私の人生にそんなものあるはずないのに。だからこれでもう友達ごっこは終わり。メディナ、やっぱりお前何か隠してるんだろ。隠し事など何もない。私はこんな人間なんだ。お前たちをバカにするライオス殿やウンベール殿と変わらない。欠陥品だろうが高慢ちきな貴族だ。関わり合いになるだけ無駄だよ。ではな、キリト。おい、メディナ。これでいいんだ。これで全部終わり。それ以来メディナは俺やユージを徹底的に避けるようになった。授業ですれ違ってもすぐにどこかへ行ってしまう。そして俺も彼女に話しかけることをしばらくやめることにした。何よりメディナがそれを今は望んでいない。そうやって歳月は流れていった。